わからん。まあランディに任せるしかないな。よし、でまたマラソンだよな、ここ。よし、ちょっと待ってね。わかるな、本当にいろいろ。危ない危ない危ない。クロスベル州西部で正式稼働した軍事工場の運用記録、そしてタングラム要塞や各地からの各種兵器の発注記録、さっきのドラグの普及列車砲に皆さんが見たというガルガンチア級飛行戦艦。あー、結構貴重な情報載ってあるんだ。はい、お前の母親ね。本当に何考えてんだか。知性と繋がってるんじゃないかってさ、まあある程度は繋がってるんじゃないかっていう説さ、俺唱えてるけど、割と否定されてるんだよね。でも本当に連携されすぎてて、もう何がしたいの本当に。連携しているにせよ、まあグルにせよ、まあしていないにせよ、結局のところはさ、何が目的でそんなことやってんの。うん、それはそうなんだけど、お前、なんだろうね。父親が生きているってなると、またちょっと話変わってくるよな。OK、行こうか。さあ、それじゃあ、一応全部のイベントを果たしてきたんで、まあ、それでユーナの家に向かおうという話になりましたんで、今から向かいたいと思います。まあ、目の前まで来たんだけど。それが一般的なんだよね、これが。でも、俺からしたらまだ結構高級な方だと思うけどな。これが一般家庭だ。うん、それは知ってる。自ら志願してか。で、塔の方には寝てるんだ。新婚早々、厄介だね。ん？いないの？わあ、また負けた。なんだ今の音。くそ、もう一回やろうぜ。なんだ今の音。もうケンタラ、お姉さんは忙しいんだよ。まあでも一応いたね。誰今の。あちらにどなたかいるみたいですね。うん、誰今の。私の部屋だ。うん、そうなんだ。で、ケンとナナはわかるんだけど、誰かもう一人いたな。ケンとナナと、この声は、ユーナ？お。
ああ、これ結構心配かけたっぽいな。ただいま、母さん。ああ、これかなり心配かけたね。ユナ、本当にユナなのね。ああ、女神様、感謝します。よく無事に、こんな遠くまで。母さんこそ元気そうでよかった。よかったな、ユーラ。姉ちゃん、お姉ちゃん。よう、ケントだな、久しぶり。この二人にも随分と迷惑かけたな、これは。いいな。ただいま。ユーナさんのご兄弟、とても可愛らしいですね。はい、元気そうで安心しました。ナナはともかく、ケンマでさ、こんなべったりだと成長したら黒歴史にならない。やっぱりみんな無事だったんだね。でさ、この声うっすらと思い出したわ。ルイゼか、これほら、まさかのユーナんちにお邪魔してたっていう。びっくりしたな、ここで会えたと思わなかった、正直。久しぶり、ユーナちゃん。7組のみんなも無事でよかった。信じてたよ、また会えるって。いやー、逆なんだよな、この場合。ね。カツを入れられた7組。旧7組。それに引っ張られてるのはお前らなんだよ。あ、そうだったんだ。おーおーおー、マジでマジで。あのね、フレディで分かってた。スタークの噂もね、ちょいちょい聞いてたんだよね。そう。で、クロスベルはね、前々からハッカーの存在いたんだけど、映し出されたんだよな、さっき。あ、聞いてるんだ。お前も知ってる。お前も知ってるはず。いや、知り合ったかどうかは知らんけどね。多分、聞いたことあるようなだったら、多分支援課から情報は回ってるはず。このタイミングでさ、メール来るって、ほら。なんかデジャブじゃね？ゼロの奇跡で見たぞ。ようこそクロスベルへ、トールと士官学院7組。早速だけど、あんたたちに耳寄りな情報が、もうこの口調、この口調、隠しきれないよな、シュ。X 区画？あ、多分情報知ってしまったんだろうね、どっかで。ね、俺、送り主に心当たりあるから、俺はね、このメール自体は信用していいよ。うさんくささ半端ないからためらうだろうけど。俺も知らんな。歓楽街？あそこにもジオフロントあるんか。え、でも広がっててもおかしくないのか。水道区画みたいなのもあったし。バルカ、え？
なところに入り口あるんか。リーのことをこの家族に話したんかな。改めてリーここに連れてきたいね。どういう職務怠慢なんだろう。俺もさ、タイピング自体は結構早い方なんですよね。なんだろう、小学校とかさ、まあ、中学校のクラスとかで、まあ、クラスの中に1人か2人くらいタイピングやたらと早いやつ、1人、まあ、いたじゃん、1人か2人くらい多分いたと思うんですよ。で、俺、そのうちの1人でした。クラスの中ではいっちゃん早かったです。なんでかってもう、幼稚園の頃からすでに触ってたんですよね。もう、4歳か5歳ぐらいの時からもうタイピングの練習してて、もう、ローマ字とかも全部覚えちゃったんですよ。あ！さっきの音、それか！懐かしいね、それ。ハークス版もか、すごいな。携帯アプリ。すご。自分の着替えスポさ、全然使ってくれていいって。よっぽど信頼してんだな、ルイジャのこと。あ、いない、いない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 。じゃ、入ろう。よし、一旦カジノやるか。ちょっとカジノ少しだけやってからストーリー進みます。ちょっと待って。よし、じゃあとりあえずマラソン終わらせてきたんで話しかけるか。お久しぶり。察しが良くて助かるわ。マジですか。青の奇跡とかゼロの奇跡では行かなかったよね。まあ確かにな、いろんなところでつながってるもんね。はい、ありがとう。しっかり準備な。おっかないくらいお金がなくなってさ、おっかねえな、なんだよ。ごめん、なんでもないです。ここは、あ、ゼロの奇跡でレクターがグノーシス飲んでた相手にボッコボコにしたやつだ。ガンズだ。ガンズ相手にボッコボコにしたやつだ。その部屋だ。丸一ダンジョン、ダンジョンだよね。
このタイミングでさ、やってくるってことは、お、だよね。繋がったか。X 区画に入ったみたいだな。やっぱり夜中。この天才に不可能はないってね。進むと途中に端末室がある。待っててやるからとっとと来な。魔獣が徘徊してると思うけど、せいぜい頑張れよな。そんじゃ。今回はどうやってさ、そこに いるわけ？あの、前回はさ、あの、近道とかダクト使ってそこにたどり着いてたみたいだけど。うん、こいつで間違いないよ。天才ハッカーって自称してるけど、まあ、凄腕なのは間違いないわ。まあそこら辺のやつでは絶対勝てないと思う。まあでもね、結構頑張ってるみたいだから、その辺はね、一応好感は持てるわ。おっと、さっきの男の子なんか引っかかるような。まあ多分会ったことあると思うけど。ハッカーですか。クロスベルならではの存在みたいですね。情報局でも最近そちらの育成に力を入れているみたい。ぜひやめていただきたい。いやでも時代が進むにつれて必要なことだね。よし、じゃあ進めていくわ。チャンスよ。ああ、はいはい、ダクトダクト。ユーナさんがすさんでいます。気持ちはわかるけど。めっちゃ嫌がるやん。こういう緊張感も女を磨くスパイスかと。マジで何言ってんだろう。こっちから先に行った方がいいね。あれ、あれ、奥まで行く必要ないの？じゃあ、やっと来たかよ。2年経ってもさ、音楽のセンス相変わらずなんだ。同じ曲流しやがって。そっか、シュリがヨナに連絡したんだ。で、そっからこっちに来たわけだ。ようこそトールズ7組。リアルでは初めましてってやつかな。僕が天才ハッカーにして天才 SE、 ヨナ・セイクリッド様だ。何が天才だよ。まったくだよ。本当にその通りなんだよ。爪が甘いからな。さっき劇場に来てたよな。シュリアトレイド、アルカンシェルの劇団員さ。ティオさんたちから話は聞いてるよ。改めてよろしくな。そうだね、事情は全く知らないわけじゃないからね。大正解です。うん、そういうのいいし、全然かっこよくないから。うん、やっぱり頑張ってくれてるんだね、ヨナも。しかし、気づいてる人は気づいてるでしょうか。今、声がガラガラ。途中からもう、ちょっと、限界来ちゃって寝ちゃったんですよね。あ、正解。そうなんですよ。大正解。ありえないからね、本当に。
何年前まで遡るんだっていう話になってくるからね、ここまで来ると。ナードってなんだ、ナードって初めて聞いたな。あ、あー、機械の魔獣か。あ、逆に結社のやつか。マジか、結社のやつがここ徘徊してるってことは。オッケー。そっか、もう拠点転々としてるんだ。本当だ、ユナとシュリが同行状態。でも同行状態になったからってこの作品ではどうってことないんだけど。ちょっと進むの早くね。運動しろお前は。どんだけ運動不足だよ。なんだったらお姉さんがおぶっていく。そうしてやれ、そうしてやれ。いらないから。男のプライドがやっぱ許さんか。なんで僕がリアルでこんな真似を。ダクト好きだね、ファルコモさん。はいはい、とっとと通った。ダクトボイスってこれから呼ぼうか。好きすぎでしょ。